聴ありがとうございます。トロピー大塚です。いやこの前ね、戦慄スケープシフトというデッキをですね、紹介したんですけども、そのデッキよりも100億倍強いちょっとスケープシフトのデッキが出てきたので、それを今回紹介したいかなと思います。今回のグランプリデンバーでですね、僕より100億倍強いルイス・スコット・バーガスという、ね、電動プレイヤーがおりまして、その人が使って優勝したバントスケープシフトを紹介していきたいと思います。はい、それではデッキリスト見てみましょう。マナー加速から、スケープシフト風景の変容につなげて死者の原野のトークン生成で盤面を制圧するというコンセプトになります。土地をかなり伸ばせる構成なので、ハイドロイド混成体によるアドバンテージ対応獲得も可能になってます。土地の構成はこんな感じで、もうめちゃくちゃいっぱいあるというか、デッキの構成上ちょっと土地をばらけさせる必要があるんで、ちょっと画面に収まりきらない感じになっちゃってるんですけども、ショックランドとか、戦慄ランドとか、あとはタップインゲインランド、ギルドモン、特殊地形満載になっております。というわけで、そんなこんなでバントスケープシフト早速対戦やっていきましょう。はい、所定はマナ加速あってコンセンターいますし、コンパーツ集めに行けますね。これでキープします。さあ、セットラウンドで電源アイテムをタップインして終了ですね。ターンもらってランドセット成長の螺旋を構えます。相手は死体騎士をキャストしてきました。白黒のトークンデッキとかですかね。ではエンドに成長の螺旋を使ってワンドロー死者の原野をベットします。早速キッカー登場。さあ、そして4マナで迂回路ギルドモンを2つを出します。うまくマナ加速つなげられましたね。これで6種類。相手はデナレヤシトークン出て1点分出します。アタックで2点もらいます。さあ、ターンもらって神秘の神殿セット、これで7種類。これから土地が出るたびにゾンビが出てきます。神殿の戦術は下ですね。そして次はアイドロイド混成体 X4 で2ドローします。お、風景の変容引き当ててきました。いいですね。相手はランドセットして、2枚目のベナリアシ。さあ、ベナリアシから遠く出てまた1点ルーズ。そしてエンドですね。さあ、まずはランドセットして混成体でアタック。さあ、トークン勝負受けて立ちましょう。じゃあ風景の変容、全部権限にして死者の原野含めて7種類。さあ、ちょっと探すんですけども、これちゃんと7種類あるかちょっと不安になりますよね。さあ、一気にセットして、お、誘発すごい、ゾンビが17体、めっちゃ楽しい。これ先日はテフェリーですね。トップで相手もトークン出て強化して、そしてランドセット、おっ、ベナリアの分子で、ここちょっと一旦遅れてたらやばかったですね。相手も4体アタック、ここはブロックヒスト、死体騎士とトークン一体を相打ち狙いましょう。さあ、3回来ました。デフェリー引いて出します。さあ、これで先ほど心配もありません。全軍アタック、ブロックはされますが、この大群は止めきれません。いや、ゾンビーガンクライマックスみたいな感じですね。はい、では2戦目やっていきます。例えば今回もしっかり土地伸ばしそうだし、風景の変容もあるんでキープします。まずは神秘の神殿セット、戦術は上に置きます。相手はタップイン。さあ、3回来ました。ここはアンタップインして成長の螺旋を出るようにします。少々勝機か。ここはマナ加速優先で成長螺旋を打って繁殖池をゲットします。タッコは風景の変容を落とされてしまいました。2つリターンもらって、タッコはエルフの再生者、5枚からは神聖なる泉をセットします。手札から茨森の滝をセットしてターンエンド。最低3ターン目バンタップインからのナセット、移動で渇望の滝にできましたね。ドロー回路、まずは廃棄を超セット、ファイルフでナセットの修正度を減らしておきます。続いて回路を備えてギルドモンセットでターンエンドします。相手はナーセット起動できたのは永遠神の投入、そして発見。
スにドローしてラグセット、あとはもらってシマセットします。再生車でアタックして演出に火をほぐすものを手でガラスして風景の変容を構えます。相手はランドセットからの永遠種の投入、まあこれはこのまま受けて、それではエンドに風景の変容、さすべて土地を生贄にして死者の原野と他の6種類を、はい、一気にセットします。これでゾンビの大群がと誘発したところで投了。はい、というわけでバントスケープシフトいかがでしたでしょうか。それでは改めてデッキリストを見ていきましょう。まあ、動きとしては序盤からひたすらマナ加速に徹します。1戦目のように攻撃的なデッキ相手にもこれだけの量のマナ加速があれば意外とコンボが間に合います。また時をほぐすものテフィリはカウンターを無効化して安全にコンボを通したり、インスタのタイミングで風景の変容を唱えられるんで非常に相性のいいカードです。風景の変容から一気に死者の原野で盤面を制圧できるように土地は28枚と多めになってます。ただコンビ自体は22で除去もされやすいので、相手のデッキに合わせて最適なタイミングでコンボを始動させましょう。いや、めちゃくちゃ爽快なコンボなんで、皆さんもぜひぜひ組んでみてください。というわけで、今回の動画は以上になります。よろしければ高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた。